4月11日テトまで1週間です。鼻がいっぱいあって浮かれてる。ずーっと歌ってるの去年はなんかもう頭がおかしくなりそう、苦しそうなほど聞いて嫌だったんだけど、今年はなんかもうすぐテトが来るっていう気分で嬉しいです。ここもテト用に飾りをしてるんだけど、こう注目してほしいのこの名前、タイムズスクエア、タイムズスクエア通りって言います。パクリが世界規模ですね。パクリが半端ない。こういうの本当国際的な都市になりたいんだったらやめた方がいいと思う。ここもテトの飾り物してるんだけど、すごいこれね、手書きで書いてますから。夜はイルミネーションがすごいね。おお、なんで下で火鉢がんが、危な。聞こえるかな、この声は。コウモリです。これや、これがコウモリや。めっちゃ綺麗な飾り付け、こちらもライトアップされております。今だけです、テトの時だけ。コープの後もお祭りタワーです。青ざよな、こういう風に行きたいね。だからこの下のこれをとりあえず買うわ。上はな、これ何しようかな。どう、かわいいんじゃない。お花が備え付けで、これすごいですよね。作って造花なんですけど、ベトナムのテトです。センターとか保護者の方とかからいっぱいもらいました。これはインスタントのミーのうどんバージョン、クッキーとか寄付箱もある。そしてこれ珍しい、スイカ。スイカはテトを象徴する果物です。迷惑もね、お手越し、ありがとうございます。